海外も行ってんじゃないですか。行ってます。どうでした？ビーガン。いやー、自分にはちょっとハードル高かったな。刺激。そうですか。うん。刻んでいくのは結構大事かなって思いますね。海外も。まあ、その時正直リーガー、バルサのペップいて、ペップグラルディオラのめちゃくちゃ強いところで、モーリーニョマドリードで、バッチバチで、かなりレベル高かったところに、俺も J リーグからスポーンって行ったんですよ。ギャップに対応できなかったんです。でも、今やったらなんかこう、いろんな国行って、でまた違う国行ってみたいな人も多い、うん、俺もそういうのも一つの選択肢やったなって思う。でもあったら行くじゃん、うん、まあ行きます。3分で決めたっすよ。 そんなもんすよ。遺跡ってそんなもんすよ。3分で。でもそんな違いました。なんかやっぱり俺感じたのは、日本人がパッて行って外国のチームの中でやるのと、うん、日本代表とか日本のチームで海外でと対戦するのとも全然違うっていうか、うん、みんな助けてくれへん試合中。ああなるほど、うん。